聞いていただけますか。いえ、むしろ聞いていただきたいのです。2年前になります。一刀流を名乗る連中に私の父は殺されました。母は雪形知れず、それ以来私の手で仇を討つって決めたんです。無限の住人、あの月影久、私はあなたを許さない。